い、そろそろ、にちゃんで本人だとバレた時の心境を聞かせてくれ。あれなんですけど、はい、捏造です。あれね、その時の、なんかバレたみたいな、スクショみたいなあるやんか。あれ、よう見てみ、アイコン上の方、切れてんねん。丸じゃなくて上ピッて切れてんねん。それがもう証拠やな。あの、捏造アイコンを切り抜いて貼っとるだけやから、普通に捏造なんよ。だからごめんやけど、それが捏造だったと、こんだけ記事読んで気づかなくて、そんな恥ずかしいことを私の配信に書きに来てしまったあなたの気持ちを聞きたいです。あれ作ったやつマジやばいよな。あれは悪い捏造すぎやろ、ほんまに。自演するわけないだろ、ごちゃんで。アホか。あ、でも確かにそう、捏造だと事実だと思われる。お前が悪い、そう。私が、まあ、実際、そこが悪いし、私がまあそういう思想やからみんな信じてまうんは。まあ確かに私が悪い。まあ悪いです。すいませんでした。で、そう、訴訟するする言ったんやけどさ、もうなんかこういう芸風になったけんさ、この芸風でなんか訴訟とか言ったら寒いやろ。痛いやん、なんか。お前そんなん、もうめっちゃそういうこと言っとんのに訴訟とか。ちょっとなんか違くないってなると思うから、もう訴訟系はもうやめたわ。これで私がひどいこと言われたんで訴訟しますって。まあちょっとなんかはぁってなるやろ。まあそのまあ訴訟して金がもらえるんだったらワンチャンやってもいいんやけど、なんかやっぱマイナスになることの方が多いらしいしな。まあだから、まあ、一旦はやらんと思うよ。その殺害予告系はさすがになんかするかもやけど。え、あ、普通に知らなかったら聞いただけなんで、聞いてしまったならすまんな。まあね、あれも普通にそのマジで捏造やったけど、それで当時なめちゃくちゃ叩かれたけん、やっぱりそのやってないことで叩かれるんってさ、辛いやん。当時はやっぱりそれで結構へこんだけんな。はい、おいで。